三択クイズ。あ、やってまいりました。きたきたきた、三択クイズ、うん、これがシンプルにやればやるほど面白い。そうなんですよ、過去ね、うん、アルファ恐れ山の三択クイズもやってきたわけです。やったわ、うん、動画にありますね、うん、はい、今回原宿さんに三択の問題を出題してもらおうじゃないかと、うんうん、いいですね、我々がの答えを。ただそれだけです、意外とこれシンプルに見えて、うん、読み合いみたいなのが発生するんで、心理戦なんですよ、ね、そう、なんで、まあ、今日僕問題を準備してきたんで、皆さんでしゃーバシッと当ててください。全問当てますね、はい、おもころチャンネル。私、原宿から三択クイズ出題させていただきます。はい、原宿が高校時代に執筆しようと思った冒険小説ドラグナイツからの問題です。からのじゃない、読んでないんだよな、それは知らんのよ、まだ読んでないな。主人公が所属する竜の騎士団、かっこドラグナイツの、その名前がね、敵である、あ、赤獅子騎士団の騎士団長の名前次のうちどれでしょう。ああああ、待って、全部鬼ほどダサいな1番ルカデルタあ、ルカデルタ、ね、敵よね、敵よ ね、 敵よね、これね、ルカデルタ。2番ベイオウルフ神、神、ベイオウルフ神、神よです、神よね、はいはいはい、仕込んできたな、刃を。3番シュテルファン、点がついてる、シュテルが名前ですよね、うん、その敵キャラは、はい、もう結構メインライバルって感じですか。メイン、まあ、赤獅子騎士団との戦いは結構序盤の山ではあるんで、序盤の山なんだ、まあ、序盤の越えなければいけない壁的な感じでしょうね。これ書いたんですか実際。いや、全部は書いてないです。設定はある、設定はある。ただね、この赤獅子騎士団っていうのは、うん、あれなんですよ、赤城帝国バルハザンなんですよ。え、赤城帝国バルハザン、赤城帝国赤い帝国バルハザン、うん、バルハザ国がありますよ、強大な軍事力を入った国家がありますよ、うん、そこの騎士団が赤獅子騎士団なんですね。なるほどね、そこの隊長、そこの隊長の名前、その当時にハマっていた漫画、うん、アニメ、ゲームのタイトル、はい、ああ、そうだね、小森から来た、見えてくるね、これは完全にタクティクスオーガです。これは完全にそう、完全にね、完全にそうなんだ、うん、その3名の名前を出したじゃないですか、はい、他の2名も、うん、どっかで出てくるんですか。他の2名、うん、はい、全てある国の騎士団長の名前ですああそうなんだだからクソ、この問題のために考えた名前じゃないわけね。これはすごいね、赤きその大国の他にもいろんな国があって、いろんな騎士団があるんだ。そうなんですよ。あ、いや、それひょっとしたらやっぱ主人公の名前が入ってんじゃない。なるほど、主人公の名前、あ、違うわ、この感じ全然違う、あ、別の国の、別の国の、分かりやすいな、こいつ。じゃあ私から、はいはい、私は、うん、3番ほう、シュテルファ、シュテルファじゃないかと、うん、シュテルファ、これまあ一種消去法なんですけど、うん、一番ないのが2かなと、うんうんうん、2はベイオウルフでしょ。ベイオウルフ、ウルフってことはまあ、うん、ベイオウルフそのそう狼的なモチーフなんですけど、でも赤獅子なんですよ、はいはいはい、そんな組み合わせの悪いことを原宿さんしないな。なるほど、あ、いいね。あとはルカデルタ、ルカデルタ、うん、これはもう単純になんか五感の問題で、うん、赤獅子の武田家氏イメージとルカデルタの性質なイメージ、うん、ちょっと違う気がしたんですよね。いいですね、全く同じ意見全く同じ趣味、ただ僕ちょっと思ったのは2ももしかしたら、うん、その狼騎士団からこう、うん、あの、はい、そこを滅ぼして裏切って入ったみたいな大国だけに ね、はい、そういうバックボーン込みである可能性はあるけど、うんはい、1問目でそれは原宿さんしないなって、うん、もしそういうバックグラウンドがあるならこれ2問目以降だというところの読みも含めて、はい、僕も3です、はい、これ、ね、僕も3なんだ。シュテルファ、シュ
テルファ人気だね。シテルファは完全なライバルキャラ多分、はいはいはい、ベジータとかヒエみたいな、うん、プライドの高い騎士団長なわけですよ、うん、で他のベイオルフとかは多分ね気のいいやつだったりとか味方系結構主人公とは結構簡単に仲間になる系の、うんやつだと思うんですよ、ねうん、ルカとかもちょっとこう、ね、中性的で、ね、なんかいつも笑ってる感じだけど、ね、ちょっとまあ怖いことも考えるみたいな、うんうんうん、アルファさんはちょっと意見違う。お違う違う、さっき恐山が言ってたウルフがないとか、うん、なんかこう整合性云々って言ったけど、うんうんうん、原宿さんはそんなとこ気にしてるないと思うあのかっこよさ重視かっこよさ重視で、はい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 、っていうと僕はそのさっき恐山の性質なイメージって言ったデルタ、うん、が逆にそのこう無感情みたいな感じのそのライバルなるほど一番デルタ感情殺した無感情強キャラね、はい、では正解を発表いたします。こいこいこい頼むクイズドラグナイツ。そんなタイプなんだろう第1問目の正解はまだあるんだドラグナイツ2番ベイオールフ。原宿さん、それだけはやめてくれって言ったじゃないですか。赤獅子騎士団ベイオールフカミュでしょ。原宿さん、最強の騎士。それだけは獅子でウルフでルカデルタは魔導国家シルバレーの騎士団長だろうな。ステルファは、うん、鋼鉄の国ローンガルドの騎士団。え鋼鉄騎士団ドルゲイツの騎士団長だよ。知らんわ。シュテルファはいよウルフが入ってる、はい、赤獅子でウルフ、ね、俺がその時見たかっこいい名前を使ってるだけなんですよ。ああ、アルバックって言ってることがあってたんだ。あったね。クソバカ。クソバカ。これベオウルフじゃなくてベイオウルフ。ちょっといいですよ。次でも全く違う問題かもしれないですからね。これは。まあそれはそうですね。まあ実際に関われば自由ですから、ね。自由ですからね。昨日食べたご飯。そうですね。何でも出るかもしれない。あの、続いてドラグナイツからですね。ちょっと待って。問題です。これやばいな。違くない？ドラグナイツの著者として知ってるわけじゃないから僕ら。竜の騎士団ドラグナイツ。はい。この世界を構築する6つのエレメンタルがあります。ああいいね、6つあるんだ、うん、古代エピール語で炎を意味する言葉とは次のうちどれ。古代エピール語古代エピール語前提が分かんねえ。言語作るタイプのオタクだって。やっぱりエピールっていう古代文明があったんでこれはもう後々ね、はい、変わってくるわけです。その中で6つ大事なエレメンタルがある、うん、言っちゃえば、まあ、炎、水、うん土、風、闇、光なんですけど、まあ、ベタですね。ひねりないな。その中で炎を意味する、はいはいはい、考えてください。1番、はい、俺わかんじゃない。アレイユ。アレイユ。アレイユ。はい、はい、2番、うん、トーラ。トーラ、うんうん、3番、バンス。バンス。スニーカーのメーカーじゃないですか。炎を意味する単語はどれですかね。あーでも分かりました、僕は、うん、分かる、うん、来た、おー直感。私は、うん、2番、トーラ。おートーラ。トーラでいきたいと。はいはいはい。2番と3番でもやったんですけど、うん、どっちもちょっと炎っぽい、うん、で3番はもう豪華って感じよね。バンス、バンス、うん、するんですけど、うん、神話由来だったらなんとなくこう豊穣とか恵みのイメージでつけたんじゃないかなと、うんうん1番のね、アレイユは、なんかちょっとあんまかっこよくない、なんか地元の施設の名前みたいな、うん、全部そうなの、介護法。アレイユ武蔵小杉、はいはいうん、感じがしたから、2か3で2かな。トーラね。トーラかなって感じです。僕もね、うん、2のトーラなんです。あ、トーラか。炎のエレメンツで、うん、叫びたいなって思うんですよ。トーラみたいな、なんか技出すときとかに使うかもしれないし、うんうん、で、アレイユはね、うん、なんかちょっと神の名前っぽいな。なるほど。力で言うと、はいはい、あの、女神の名前とかね、まあ、アレイユ、女神アレイユ感じしてますよね。ちょっと優しげな感じ。そうそうそう、うん、僕は逆に一番なんですよ。お、アレイユ。アレイユ。アレイユ。逆にこう消去法で、うん、やっぱトーラはやっぱりトールの方に近い
土とか金属の、はいはい、そっち系なんじゃないかなとか。なるほど。僕も一番アレイユ。アレイユ。理由はもう単純に火がアレイユ、これが一番かっこいい。かっこいいさ、感性の話。これだけだね。火切りましたね。他はちょっとね、ダサいと思う。なるほど。他が火だったら、アレイユが火だったらこの傑作です。確かにね。この話は。古代エピール語で炎を表す言葉は、はい、サンバンス。バンスでしょ。バンスはないや、後付けでやってない。バンスって書いてあるもん。あ、バンスって書いてあるよ。エピール語、炎、バンス、水、アンセ、大地、ダイン、風、スール、光、シュレド、闇、シェーイでしょ。何の覚え方みたいなの。せーい。次最後、これはもう当ててください。はい、当てよう。全くも別のプライベート問題があるかもあるか、ね、家族で話とかね、一位がやっぱいいかと、うんうん、ドラグナイツ。そうだろうな。そうだろう。問題です。主人公ウェイン・シェリスがあ、そうなんです。そうだ、そうシェリスなんだ。ドラグナイツに所属した、1095年に起きた出来事。何歴だよ。何歴これ。西暦、まあ、西暦なんでしょうね。西流歴。やかましい、はい、うん、1番、龍国ドラゴニア、うん、第一王子ユシオンが勤労将軍アンネリーに誘拐される。あ、何言ってんの。勤労騎士だ。これは金の狼、はいはい、都市国家シースラントっていうのめっちゃ国あんじゃん。の勤労騎士団っていうのがあるんですけど、この将軍アンネリーに王子リュシオンが誘拐、うん、大事件じゃないですか。やばい、ね、大事件の。2番、邪神ギャザーを信奉する暗殺集団サバキが誕生。サバキ。サバキがギャザー、まあ、邪教ですね、これは言ったら殺しちゃうんですよ、うん、ギャザーを信じない者は、うん、かなり過激、はいはい、過激ですよ、あれね、はいはい、でもそれはそれで一つの教えでもあるんですけど、うん、もう殺しちゃおう、うん、っていう集団が、危険な集団に誕生してしまった、うんうん、誕生したこれが2番ですね、はい、はい、うん、3つ目。そして3番、うん、城塞都市アイネベルクに死の病が蔓延。めっちゃ国出てくるな。ちょっといいっすか、はい、死の病はどう死に至るんですか。いや、もう体の穴という穴から血を吹き出して。めっちゃ嫌だな。死にますよ、これは。うん、ね、すみません、いいですか、ね、主人公は隊長になるんでしたっけ、うん、のウェインね。ウェインはなりますね。ちょっとこれすいません、ネタバレ。第1話の時点では体重じゃないですね。これそのウェインと、うん、その友達のルーサー、リューク、エミリオというもうあのシェアハウスですね。シェアハウス一緒に住んでる孤児みたいな、はい、4人が、はいはい、騎士団に入るのも勉強が大事です。まあまあね、うん、その熟成仲間みたいなことですよね、はいはい、その4人がやがてはこの騎士団を支えていく人材になっていくという成長物語。あ、そうなんだ。そこがメインなそこがメインですから。あ、なるほどね。だから最初はもう団員として入ります、騎士団。あ、うん、今日から団員だと。質問いいですか、うん、その残りのエピソード、うん、外れのエピソードも、うん、起きることは起きる、うん、起きることは起きますね、これは残念ながら。せーので言う。あ、せーので言う。確かにせーので言おう。番号ね、番号ね、うん、せーの、2番。分かれた1122。ちょっとじゃあ1派の意見から教えてくれや。物語の始まる年にふさわしい事件ってこれだと思う。なるほど、うん、2番もあのすごい悪役というか、うん、その暗殺集団ができるっていう大事件ですけど、うんうんうん、話が始まった時点ではもうそういうのはあった方がいい。なるほど。後日談エピソード0で描かれるのが結成秘話だ。結成秘話、はいはいはい、によりは1だと。はいはい、で3番は、うん、なんかそういう病気が蔓延するみたいなのが描かれると、うん、話が動かしにくいじゃないですか。それはマジですよ。それは本当そう。3は絶対違う。まあ、1は、ね、最初からそれはなかなかね。あ、やっぱ高校時代の原宿さんですから大切なのは今作ってるわけじゃないんですよ、うんうん、高校時代なんてまず
世界観外堀をも設定したってしゃあないんですよ、うんうん、それはそういう始めるよりね具体的な事件とかじゃなくて、うんはいはい、これ敵対する、うん、そのギャザーを信奉する裁きがいてっていうのをやっぱ言っていくのが一番楽しい状態なんで、はいはいはい、やっぱりその主人公が入団した年に、うん、同時に凶悪な、うん、強大な組織も動き出したぞと、うん、そこをやっぱね言わんとってもしゃあない、ね、なるほど。で一番の誘拐事件、うん、これも起きるって言ってましたよね、はい、いつか起きるんですけど、うん、これ解決するじゃないですか絶対この事件主人公は、はい、この事件起きたらまあね、うん、初年度は早いってなるほどさすがにそれは、ね、なるほどいずれ体調になるとはいえ、うん、ちょっとやっぱ1年目でなるほどペイペイが解決する時期がないと緊張勝負初年度はちょっとやりすぎめちゃめちゃ格上だから焦らんないわもしこれ3だったらもう全員全問不正だから、はい、あいこれはやばい3はないと思うわさすがに共感性ないさあ、はい、頼む最後だけ問題最後ぐらい当てたこれどっちでもいいよ正直、うん、誰か当てたいナイツね、うん、主人公ウェイン・チェリスが騎士団に入団した1095年に起きた出来事とは、うん、一番の王子誘拐事件そうやっぱこれですねやっぱりねはいマジかこの大事件王子誘拐でこれでまあ勤労将軍 の、 その王子を誘拐してそれを取り戻しに行こうと騎士団ですよねやっぱりねこっからですよストーリー分かりやすい意外と分かりやすくちゃう、ね、この戦いの中で、はい、この入団したばっかりの若者たちが、はいはい、ただもんじゃないぞっていうのを見せていくわけですよそういう話流れが、ね、これさあ、本当はちゃんと説明して残ってる、はい、ルーズリーフにこれ逆に原宿さんわかんのこれ僕らが一気に出してあ確かに、ね、確かに自分の作ったらあるのに出せるんじゃないですかじゃあ、はい、辺境連合ライボーンの首都の名前は、はい、難しい頑張れライボーン来るかその頭から出た言葉だからライボーン来るか、緑の進軍緑の進軍でしょあれなんですよ女王なんですよね治めてるのがやっぱりこのシュエレンシア辺境でしょこれ辺境なんで、はい、シュエレンシアっていうこの森の女帝みたいな女帝が、はいはい、うわー首都の名前出ると思わなかった対策してなかった赤本にあったでしょえシンラシンラではないあー、ね、正解はエレンシアエレンシアだ知らねえ指導者の名字と一緒ですよそうだよエレンシアそうだエレンシアを受け継いでいくのこれオーケーを受け継いでいくのそうだよ林先生に来るんだ書いてくれるかうわおもころチャンネルこれ今見て、はい、感化された少年少女たちいるわけじゃないですか、うん、出た、うんね、出たってな出たつい出たこの設定引き継いであげて引き継いでもらってもいいですよ、ねまあ、別にこの設定だけはもう共通でみんな使っていただいて、うん、その中で何が起きてるのかドラグナイツドラグナイツ、はい、君こそはドラグナイツだ君こそはすごいアプリの宣伝じゃあこれちょっと見せて、はいはい、終わりにしましょう。そうですね、確かにこれでソシャゲ作れるこれを終了画面にして終わろうあいいドラグナイツこれしかないあ、そうあとあれさ頭の中に入ってるしかない第一だすごいねファイナルオペレーションってやつもあるなんかそれ聞いたことあるファイナルオペレーション初めて聞いたファイオペねありがとうございましたさよなら大事に扱ってるちょっとこれ玉長備品なの世界に一枚しかそれはそうだっけドラグナイツあ確かに影響受ける世代か結構昔だもんねあれだったとして騎士団とかね今の子あんま騎士団って確かに考えない騎士団とかないのか今の子今もないですけど騎士団バナナ僕らの世代でも牛活団の南蛮隊隊長みたいなとかね新選組的に